写真拡大。ヤクルトは3日、東京都内で新入団6選手の入団発表を行った。ドラフト1位の奥川京伸投手、18、石川星稜高は真新しい背番号11のユニフォームを身に焦らずに土台作りからやって、1年目に1軍で勝つことが目標と意気込みを語った。目標とする投手については、米大リーグのヤンキースで活躍する田中将大の名前を挙げ、投手に必要な全てを持っている、そういう投手になりたいと強調。同席した高津監督は、高い目標を持って目指していく姿勢は素晴らしい、本当に田中投手のようになってほしいと期待した。前日2日には本拠地の神宮球場などを視察。昨年の明治神宮大会で投げた経験があり、もう一度神宮のマウンドに立って活躍したいと話した。右腕は沢村賞が一番評価されている。そういう賞を取れるようになりたいと夢を語った。